南極点、南極点、南極点とは、自転する天体の最南端にあたる南緯90度地点のことである。ほとんどの場合、地理学上の南極点は、自転軸と天体表面が交差する点のうち、南側にある一点が南極点である。もう一つは、北極点のことである。以下本項では特に断らない限り、地球の南極点について述べる。南極点は、南極大陸上に位置し、1956年に建設されたアメリカ合衆国のアムンゼン・スコット基地内にある。南極点はあくまで地理学的な地点であり、方位磁石の S 極が指し示す、地磁気の極である、南磁極、南緯 64.6 度、東経 138.6 度、1997年1月や地球磁場を完全な双極子磁場と想定した際に、S 極にあたる南地軸極、南地軸極、南緯 78.6 度、東経 110.0 度とは一致しない。南極点の地理座標は、緯度であれば単純に南緯90度と与えられる。一方の経度では、表すことができない特異点である極に相当する。便宜的に経度を示す場合、南極点の方眼北、グリッド北は、グリニッジ45線に沿っているとみなし、経度は正経、または東経0度としている。大陸移動があるため、地球の歴史において常にそうであったわけではないが、南極点は南極大陸上にある。2011年現在それは最も近い海岸線となる。マクマード湾から内陸におよそ 1300km、800マイルの位置にある。そこには厚さおよそ 2700m、9000フィートの氷が大地を覆い、南極点はその氷床の上、標高にしておよそ 2835 メートル、9306フィートの位置にある。しかし、地震などの地殻変動によってジオイドに変化が起こると、自転のモーメントに影響を与え地球の自転軸はぐらつく。これを極運動という。そのため、この定義では厳格には南極点及び北極点を固定できない。さらに、南極点の氷床は1年あたり、約10メートルの速度でグリッド北37度から40度の方向に移動し、ウェッテル海へ向かっている。よって、南極点に何らかの標識を置いても、時間が経つにつれて位置がずれていくことになる。以上の理由から、地理学的に定められる、実際の南極点は、継続的に測定され、毎年元旦にジオグラフィックポールという標識が付け替えられる。ジオグラフィックポールは簡単な杭を打って示す。そばにはアメリカ合衆国の星条旗と添えられた縦管板がある。看板にはロアール・アムンセンとロバート・スコットの業績を称えて、彼らそれぞれ南極点に到達した日付と短い解説、そして南極点の標高が記されている。過去の標識は観測日をつけて残されるため、表現に点々と打たれた杭から南極点の移動が確認できる。実際の南極点標識とは別に、観光用の南極点標識、セレモニアルポールがアムンゼン・スコット基地の脇に設置されている。金属球を上に据えた中脚状台座の標識は、南極条約の原加盟国である12カ国の国旗で囲われており、南極が人類の共有財産であることを象徴する。実際の南極点とはさほど離れていない。南極の発見には諸説あるが、1820年から翌1821年の1月に、ロシアのファビアン・ベリングスハウゼンとミハイル・ラザレフが南極に到達したことはごく初期の事例にあたる。1月後にアメリカのジョン・デービスらが南極大陸初上陸を果たした。当時、南極の地形は未知であったが、19世紀中頃にアメリカの海軍士官チャールズ・ウィルクスが自ら行った1839年から180年の探検結果をもとに南極は新大陸であると主張し、後にそれは正しさが証明された。ジェームズ・クラーク・ロスは1839年から1843年に航路で南極点到達を目指す探検に挑んだが失敗した。南極点への行程を探す最初の試みは1901年から1904年にディスカバリー号探検隊に加わったイギリスの冒険家ロバート・スコットによって行われた。アーネスト・シャクルトンやエドワード・ウィルソンと共にできる限り南を目指したスコットは1902年12月31日に南緯 82.16 度まで到達した。シャクルトンはニムロド号探検隊の隊長として再び南極に挑み、1909年1月9日に南緯 88.23 度、南極点まであと112マイル、180キロというところまでたどり着いたが、引き返さざるを得なくなり、涙を飲んだ。人類初の南極点到達は、1911年12月14日に、ノルウェーのロアール・アムンセンの南極点、遠征隊によって成し遂げられた。アムンセンは、南極点にポールハイムというキャンプを張り、南極点周辺の台地を、国王ホーコン7世にちなみ、ホーコン7世台地と命名した。ロバート・スコットもまた、テラノバ号探検隊を組んで再び南極大陸に上陸し、南極点を目指していた。スコットと4人の探検隊が南極点に到達したのは1912年1月17日、アムンセンに遅れること34日後だった。飢餓と極寒の中で彼らは全滅した。南極点到達の両者の争いの詳細は、それぞれのリンクを参照。1914年にはアーネスト・シャクルトン率いる帝国南極横断探検隊が南極点を経由する大陸横断の探検に出発した。しかし乗艦したエンデュランス号が海氷に閉じ込められ、試みは断念された。その後、長らく陸路横断計画は立案されなかった。1929年11月にはアメリカの海軍少将リチャード・バードが操縦士バーンとバルヒエンの操縦する航空機で世界で初めて南極点上空を通過した。1956年10月31日にジョージ・ J ・リューフェクを乗せたアメリカ海軍の航空機 R4D-5L スカイトレインが着陸し、南極点は人類が訪れない長い空白期間を終えた。この年から翌年の国際地球観測年にかけて南極点にアムンセン・スコット基地が建設され、研究者や支援要員の常駐が始まった。アムンセンとスコットに次ぐ陸路での南極点到達は、イギリス連邦の南極大陸横断探検の一環にあたる1958年1月4日のエドモンド・ヒラリー一行、1月19日のビビアン・フックス一行が航空からの支援を受けつつも達成した。その後も、アンテロ・ハボラ、アルバート・ P ・クレイリー、ラノフ・ファインズら多くの探検家が南極点への旅を成功させた。1968年12月19日には、村山正美隊長率いる日本の第9次越冬隊が日本人として初の南極点到達を遂げた。1987年には、パトリオットヒルズに民間のベースが建設され、南極点への非政府系の遠征が行われるようになった。1989年12月30日には、アルブト・フックスとラインホルト・メスナーが乗り物や動物の助けを受けず、スキーと風力だけで南極点に達した。海岸から支援を受けず徒歩で南極点に到達した例は、2009年にヘラクレス湾から33日をかけたカナダのレーザハブ、リチャード・ウェーバー。ケビン・バレリーが成し遂げた。これは1ヶ月前にトッド・カーマイケルが達成した39日と7時間の記録を更新した。アムンセンが南極点の初到達者とするからには、必然的にアムンセンが極点の位置を実測により特定した最初の人物と言える。GPS 等による位置測定ができない1911年当時において用いられた法は、太陽による転測が主であった。まず、アムンセンが持参した計測機器類は、羅針儀4個、ソリ距離計3個、6分儀2個、人工水平線機3個、沸点高度計1個、アネロイド制御計1個、温度計4個、双眼鏡2個、クロノメーター3個であった。なお、アムンセンは船長を務めていたことから、航海術を習得する過程でこれらの機器の操作法には習熟していたものと考えられる。極点付近到達時における測定経過は次のようなものである。帰国後、極点と断定した測定値を天文学者と数学者に委託。その結果、実際には南緯89度58分05秒、東経60度だったことが判明した。そこから3方向に往復した結果、計算による本当の南極点を200から300メートル以内の近さで通過したと見られている。複数の国が南極において領有権を主張している。そのうちノルウェー以外の国は、南極点を頂点とした線形の領域を領土であるとしている。ノルウェーのみ、領有権を主張する範囲の南限と北限を示していない。南半球の冬季にあたる3月から9月にかけて、南極点には日光が全く差さない。5月から7月には薄明かりも見られなくなり、月光を除けば南極点は暗闇に沈む。逆に夏季となる9月から3月の期間、太陽は昇ったまま半時計回りで地平線上に留まる。ただし高度は一貫して低く、日光の入射角は最大となる12月でも 23.5 度程度に過ぎない。この日照の少なさに加え、積もる白い雪が光を反射する点や標高が2800メートル、9186フィートであることも相まって、南極点は地球上で最も気温が低い場所の一つ挙げられる。なお、観測された最低気温は、標高がより高いボストーク基地、標高3488メートルで1983年に記録された。北極点は海洋上の表現にあり、標高も低い上、暖流の影響などもあり南極点ほどに気温は下がらない。1月の南極点は平均気温がマイナス摂氏 25.9 度まで上昇する。しかし日が経つにつれて太陽の高度が徐々に落ち、3月には気温は平均でマイナス摂氏45度まで下がる。3月下旬には日が暮れ、再び日の出が来るのは9月下旬を待たなければならない。冬季の平均気温はマイナス摂氏58度を前後する。アムンゼンスコット基地で観測された最高気温は1978年12月27日マイナス摂氏 13.6 度。最低気温は1982年6月23日のマイナス摂氏 82.8 度である。南極点は砂漠気候に相当するほどに、降水量がほとんどなく、空気中の湿度もほぼゼロに等しい。しかし激しい風を伴う降雪はあり、年間の積雪量は20センチメートル程度となる。以前のアムンゼンスコット基地はドーム状だったため、この雪が部分的に多い入り口は定期的に雪かきをしなければならなかった。現在の建物は積雪対策のため、高床形状に設計され、雪の吹き溜まりができないようになった。地球上では、各地点の時刻はほぼ経度に沿うように設定されている。時刻は同時に太陽の位置に連動し、例えば正午には1日で、おおよそ最も高い高度に太陽が来る。しかし、すべての経度線が集中し、日の出と日の入りが年に一度しかない南極点では、このような原則が当てはまらない。そこで、南極点にあるアムンゼンスコット基地では便宜上の時刻を採用している。それはアメリカが補給機を離陸させるディープフリーズ作戦で使うニュージーランドのクライストチャーチの時刻、標準時 NZST、アトックプラス12、夏時間ではアトックプラス13である。南極点の気候は非常に厳しく、稀に風に流された冬属カモメが見られる程度で、定住する動植物は存在しない。2000年に肺炎球菌に似たバクテリアが南極点付近の氷の中から見つかったが、このバクテリアが南極で進化した可能性は低いと考えられている。しかし科学者らは極寒、乾燥かつ強烈な紫外線が降り注ぐ時期と一点暗闇に閉ざされる時期がある南極点の過酷な環境でも生存できる生命が存在する。事実は太陽系の他の惑星や衛星にも生命が存在する可能性を考えるにあたって重要な意味を持つと考えている。南極点への旅費は2011年の時点で1人、あたりおよそ$45,000、期間は7日間か8日間である。この金額と期間には、ツアーの集合、開催地である、チリ最南端のプンタアレーナスまでの交通費、移動時間は含まれていない。極地研究家の苅場勝井は、南極点訪問について、現在の地球上で、時間あたりの旅費が、最も高い場所ではないかとしている。まず、プンタアレーナスを飛行機で出発し、かつてはパトリオットヒルズへ、現在は新設されたユニオングレーシャーキャンプ、ユニオングレッシャー友へ向かう。そこで天候が整うのを待つ。ユニオングレーシャーでは、付近の散策や今後についてのオリエンテーションなどで過ごす。飛行機が飛べるようになったら、アムンゼンスコット基地へ向かう。基地では記念撮影や科学者との交流をする。基地内には記念スタンプや土産物店がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。